新カード、コモンアンコモン計略一挙紹介。今日は、バージョン 3.7 で追加されたコモン、アンコモンカードの計略と、個人的な評価や使用感をカードリスト中に紹介していくよ。今回は、儀、職、語から見ていくね。週末のプレイに役立ててくれると嬉しいわ。じゃあ早速始めていくで。アンコモン多い、武力プラス4に射程延長、15カウント。戦国初期や特に狙撃みたいに合ってた方向に弾いて、若干のヒットストップが入るで。場内ギリギリで潜って射撃すると、相手の好調準備の浅さしを剥がすことができるよ。一発ごとに弾き、判定があるから。3ヒットすると、そこそこの距離になるね。エンド術持ちなのもあって、刻印のデメリットが、気になりにくいのも長所やね。コモン順位区、範囲は、縦5マス横6マスくらいの自身中心長方形。格殺は、知力2まで、ロー知力に35から 40% 前後や、旧作の同盟計略とは全く違う範囲やから注意やで。計略の範囲に入れに行くには、ある程度中央まで出張っていくことになるから、正気の遠弓や主将は活かしにくく感じたかも。ダメージ計略やから、幽文注入や電魚あたりとの相性が良さそうやな。メインが、H 号令と同じ順位区で、知力上昇系と組みますのは構築が難しいし。エクストラウキン、武力プラス3、31カウント。撤退しない効果は8カウント持続。基礎効果終了時に、不死身効果も終了。第1弾当初騎兵として出た時の数値のまま。槍兵になっとるから、スペックは今締めやな。無敵時間が8カウントもあるから。城門に突っ込んできた、部隊を止めたり。逆に敵城に居座ったりできるね。役割は、エクストラ混合、ちゃんと見とるけど。生きてきせば、しばらく武力8として使えるし。無敵効果は、超絶騎馬の壁役にも。なってくれ、そうやな。無敵効果中に、老子の貨幣の旋律を投げると、最大効果を得たまま戦うことができるコンボもできるね。余談やけど、無敵効果は、あくまで、兵力がこれ以下になるダメージを受けない効果やから。捨て身の伝授や、王の戦争の終了時には、ちゃんと撤退するで。続いては、職のアンコモン光熱鋭、武力プラス5で、長めの射程延長。速度は 0.5 倍、効果時間は10カウント。射撃を当てた敵を着弾点として、周囲に、固定2割ダメージと速度 0.5 倍が短時間。最後の弾数増加を受けなくなるって、一問は、以前の光熱鋭が、射撃中に計略を使うと、初回3発撃てた仕様で大暴れしたから、同じことが起きんようにする調整やな。命中した敵部隊を中心に発生する爆風は、進撃系を小さくしたような円形で、その際の速度低下は浄化可能だよ。この計略、半不陣で貫通効果を付与して、複数部隊にヒットした場合、爆風効果は、その数だけ発生するんかな。次はコモンヒーなんやけど、まだ不明点が多いから分かっとる範囲で紹介するで。武力低下に加えて、範囲内の部隊に共通で、ランダムの効果が一つ追加される感じや、今のところ確認できとるのは、知力、毒、ランダム移動、速度低下、撃破時に敵上ダメ、制圧で、武力と知力が下がる効果の中にの、マイナス8の大当たりと、マイナス1の外れがあるで。武力マイナス3に、ランダム移動だと、喝殺自在の芝居と同じだね。式7計略と同じ効果なら大当たりだよ。スペックは、レアリティ含めて、コモンインジクと同じで。武力2で無特技は寂しいけど、正気で、知力10にもなれる。覚醒して頭が冴えるのも、ギャンブラーなギャラ制に合ってて。面白いカードやと思うわ。現役ボイスで、チンチロリンって言っとるから。戦国大戦やったら、班長と絆がついてそうや。次は、コモン風三条。まず可愛い、投稿者の性癖に合ったカードやわ。計略は、武力プラスに長槍付与が25カウント。仮想観測に使えと言わんばかりの、計略と名義やけど。実は、勢力非限定やから、ファンサ展開も可能や。職の1コス槍には、知力6の加工熱気がいるから、スペック採用は厳しいけど。上層を伴わない超絶槍の補助になるし。式三丁時間だから式溢れ、対策にもなって便利だね。仮想観測や槍場長を軸にしたデッキでは、真っ先に候補に上がるカードやと思うで。続いて、五軍や、アンコモン郊外、武力プラス8、向上速度上昇、9カウント。向上成功時、敵町内の部隊に3カウント武力マイナス5。3.7 ではレア損賃、エスレア損傷後、エイコンの目覚めと、最高コストの部隊を参照する計略が登場したから、それらとの組み合わせが想定されてそうだね。計略は、向上術赤赤で、強引に向上を通すのに向いとるから、サラカードの、中でも壊れた性能をしてる、早急修正して、欲しいやつに対して、
相手の覚醒ゲージが溜まるまでに落城を狙いやすいで。史実で創建時代を支えた祖母とは、このゲーム内でも相性抜群なのもええとこやな。貴重な友軍牧羊校の活躍機会になれそうなのも、デッキ開発のやりがいがありそうだね。次はありえない方、計略は、旧作勢には、激しいな主観で伝わるやるか。作枚数依存の家系やけど、今作では、士気が、6から7に増えとるで。しかも、作6枚で、知力4がミリ残りしよる。厳しい性能やけど、このスペックの1コスがダメ系持っとることに感謝やな。1コストの武力に制圧に作持ちって、なんとか戦法みたいな計略のカードが多いから、ダメージ計略持ってるだけでお得感あるね。顧問旅居、旧作でいう顧問炎兄弟の逆境戦法の式2班。最大式8でも式2で武力プラス5。最大式2の時は、なんと武力プラス週4。効果時間は9カウント。正気も優秀なのが、揃ってるし。早めに最大式が削れて、最大式3の黄昏を使ったとしても、その後に計略が打てるようになるね。最も早く、最大式が削れる計略は、式3で、最大式マイナス2の落日の強し意味。顧問旅居がいれば、式2で計略が打てるから。式溢れ対策にもなるし、黄昏デッキが号令一辺倒以外の、組み方もできるようになるな。てな感じで、儀、職、五の、顧問、アンコモンの新カード紹介は終了や。ここまで見てくれて、ありがとな。艦、新、軍友は明日投稿する予定やから。そっちも見てくれると嬉しいわ。もし役に立てていたら、チャンネル登録や高評価してくれると嬉しいです。じゃあ、また次の動画でね。